はい、本日はですねこちらエクワックスのレベル7を紹介していきたいなというふうに思います。で、まあ、このジャケットはですねアメリカの米軍軍隊で使われているというのはもうめちゃくちゃ有名でですね、まあ、服マニアみたいな感じの人はもうそこでもうピンと来てると思うんですけど、まあ、最近の若い人とかやったらもしかしたら須田モデルですやんということで、まあ、若い俳優さんとかも結構着用してたりとかしてて、まあ、人気のあるようなジャケットということで、まあ、紹介はしていきたいなというふうに思うんですが、まあ、これはですね結構マニア系がいてはるのであんまり変なこと言うとですねコメント欄で知識のひけらし合いみたいな感じになっちゃうのであんまり変なことは言えないんですけども、まあ、これからですね真冬に向けた時に、まあ、ダウンジャケットも俺も買ってんけどもダウンジャケットに変わるようなちょっと雨とかに強いやつも欲しいなっていう方なんかには、まあ、1着持ってたらいいんちゃうかなと思いますし、まあ、値段がね別にそんなブランドのジャケットじゃないので値段がそこまでベラボーに高いっていうわけじゃなかったりはするので確か4万円ぐらいで購入できたりするんですけど、まあ、元々というかよく見る色っていうのはですねこういった感じのいかにも軍っぽい色、まあ、これフリースなんですけどねエクワックスのフリースなんですけど、まあ、こういった感じの、レベル7っていうのがあったりするんですけどこれに関しては、まあ、ブラックってことで民間用に作られたりしてるっていうところはあるんですけど、まあ、そんな細かい話は置いといてですねこのジャケットがどんな特徴があってでさらにまあどういったデメリットがあってでじゃあどういう人におすすめなんかっていうところと最後はサイズ感という感じで、まあ、いつも通りの流れを話していきたいなというふうに思いますのでではまず最初は、形からまずは見ていきたいなと思うんですけども、まあ、形はですね、まあ、パッて見てもらったら分かる通りこのエクワックス系といえばですねこの胸元にこのベルクロがあるんですよね。でこれは何のベルクロですのを言うと、まあ、元々アメリカの軍隊で使われているということで、まあ、ここにまあ、アーミーっていうその軍隊 のパッチみたいなのが貼ってたりはするんですけども、まあ、これがあることであエクワックスかなと思ってたまにダミーもあったりするのでそのまま要注意なんですけども、まあ、そういった形ということでジップがですね両脇のところに、ポケットがありまして、まあ、これはジップも両方ついてるということになってるんですけど特に、中っ側にフリースが使われてると言ったこともなく、まあ、普通のポケットがありますね。で、まあ、前をバッて開けていくとこの開けたところにですねこのなんていうんですかメッシュのポケットがあるんですね。で、まあ、このメッシュのポケットなんかに例えば手袋を入れたりとかもできますし、まあ、あとは何だろうな、まあ、メッシュなんで基本的にはなんていうんですか物をいっぱい入れるとやっぱり破れたりする可能性あると思うんですけど、まあ、濡れてても大丈夫っていうところがこのメッシュの強みだと思うんですけど、まあ、そういったところがあってで次にですね後ろっ側見ていきましょうか。後ろはですねこれ実はビルドインフードになっててここパチッて開けてあげるとこのようにですねフードが収納されてるんですね。まあ、困難がありますせということでそれぐらいですかねパッと見た感じは。では特徴に行きたいなと思うんですが特徴はですねもうこの、レベル7は何っていうともう暖かいっていうのがもう多分一番の特徴になってきてでどんな時に暖かいかっていうと濡れてる状態でも暖かいっていうところなんですね。まあ、これが一番の特徴かなと思うんですけど、まあ、なんで濡れても暖かいかっていうとそもそもの話するとダウンジャケットって濡れたら終わりじゃないですか。ぺちゃんこなっていって濡らしたことある方だったら分かると思うんですけどダウンジャケットってほんまぺたんこなるんですよね。あんなにふわふかやったやつがもうこんなぺちゃんこなりますのいうぐらいもうぺっちゃんこなるんですけどこれに関しては中に入ってる綿があるんですけどそれが撥水があるんですよね。なので水に濡れても水を弾いたりとかしてくれるのであまりぺたんこにならないんですよ。まあ、そうしたらどういうことが起きるかっていうと、まあ、見た目だけがふっくらしてていいですねっていう話ではなくて見た目がふっくらしてるからちゃんと温かい空気を中に取り込んでくれたりとかするのでその分濡れてても保温性が下がらないということがあったり、じゃあ逆にダウンジャケットやったらどうやのっていうとダウンジャケットやったら濡れちゃうとこのふかふかのところに空気が入らないんですよね。あったかい空気が自分のあったかい空気が入らないのでどうしても寒くなっちゃうんですよ。で、まあ、この中にじゃあ何入ってますのというと、まあ、ダウンにめちゃくちゃ似てる人工の綿みたいなのが入ってるんですよ。でその人工の綿が中綿っていうんですけどこの中綿がですねプリマロフトっていう綿なんですよね。で、まあ、このプリマロフトはですねダウンジャケットよりも8倍あったかいってよく言われてるんですけど、まあ、そんな8倍あったかいことはないやろと、まあ、僕は思ってるんですけど8倍もあったかかったら中10度やったら80度になるんかいということで、まあ、そんなことはないでしょうという、まあ、余計な話は置いといて、まあ、それぐらい暖かいというかどんな状況でも例えば濡れたりとかしても保温力がしっかりありますよっていうのが多分この、レベル7の一番の特徴やと思うんですけど、まあ、そういった感じになってます。もともとレベル7っていうのは何かというと実はレベル1もあるんですね、2もあるんですね、3もあるんですね、4もあるんですねっていうことで7まであるんかっていうのが分かると思うんですけど、まあ、1は何っていうと肌着みたいな感じなんですよ。で2は何って中間着になってきたりとかするってことでこの僕が持ってるフリースはですねレベル3なんですよね。
まあ、ちょっと今無意味に来ちゃいましたけど、まあ、こんな感じでレベル3なんですけど、でじゃあ次はレベル4を上から切る、レベル 5を切る6を切る7を切るっていう感じで重ね着していくんですよ。でそれの一番最終形態がこれでレベル7なんですよね。まあ、それは軍で使ってるやつのレベル7もいわば最終形態じゃないですか。でも最終形態っていうと何やっても強いんですよね。ドラゴンボールで考えてもフリーザは最終形態やっぱり強いし、まあ、やっぱりセルも強いじゃないですか。ほんでマジンブーもやっぱ最終形態が強なるっていうことで、まあ、その最終形態っていうのがこのエクワクスで言うとレベル7なんですよということになっているということで、まあ、何の話かというとあったかいんですよね。で次の特徴としてがですね、これ撥水性があるということなんですけど、撥水性って何っていうと水を弾くと書いて撥水って言うんですけど、まあ、その通りちゃんと水を弾いてくれるんですよね。ただその代わりこうがっつりした雨とかもうびしょびしょのところに飛び込んだりとかしちゃうと全然あかんとは思うんですけど、そんな状況いつあんねんってことなんですけども、まあ、そんな感じで多少の撥水性とかはあったりはするので、まあ、ちょっとした小雨なんかも大丈夫ですよということにはなってるんですけども、中の綿自体が濡れちゃっても大丈夫ってさっき言ってたじゃないですか。まあびしょびしょになったどうかわからないですけど、普通の雨程度だと全然大丈夫やと思うので、保温力が下がったりするってことはないんですが、水を弾くだけなので中の服は濡れちゃうんですよね。だから暖かさは上はあるけども、じゃあ中濡れへんのって言われると防水ではないので濡れる恐れはあるということになってますし、まあ、さらにこういうジップのところとかは普通に止水ジップって言って水を通さないジップではなくて全くもって普通のジップなんで、まあ、この辺から水が浸透することっていうのは大いにあるので、例えばこの中にセーター着てますと、でセーター着てこれでもプリマロフトやからあったかいんだぜとか言ってたら全然濡れちゃうっていう、ここだけしっかりジップの後にまっすぐ濡れちゃう可能性もあったりしますし、まあ、他のところから浸水するという恐れもあったりするので、まあ、撥水程度はありますよということがあって、で次の特徴としてはですね、これ洗濯できるんですよね。ほほー、なるほど、洗濯できますということで、まあ、さっきから聞いてたみたいに、まあ、確か水にも強いってことだったら、洗濯できるかってことなんですけど、まさにその通りということになってて、まあ、これは自宅で洗濯ができるので、ダウンジャケットとかやったら結構取り扱いが知ってやな難しいというか、まあ、僕も以前動画を出してるんですけど、ある程度知識があればできるんですけど、知識がなくて洗濯機に掘り込んだらいいっていうもんじゃないんじゃないですか、ダウンジャケットは。だけどこれに関しては人工のダウンジャケットというか、まあ、人工の中綿が作られているので、もう全然普通にT シャツ洗う感覚でポンって掘り込んで洗濯機回しても全く問題ないし、まあ、もちろんねネットとかには入れた方がいいとは思うんですけども、ほんまにそんな感じで気兼ねなく洗濯ができるっていうところも良かったりはするということで、まあ、取り扱いが楽なんですよね。まあ、その辺なんかも特徴かなと思いますし、でまあ最後の特徴としてはですね、一応外側の生地もそうやし、あと中側の生地もうナイロンっていう生地をちゃんと使っているので、まあ、ナイロンといえば僕の動画でもたびたび出てきますが、綿があったりアクリルがあったりレーオンがあったりポリエステルがあったりナイロンがあったり、もういろんな生地がある中で何が一番最強と言われるとナイロンなんですよね。でそのナイロンをしっかり使っているということになっているので、生地的には結構薄いんですよ。パッと触った感じで言ったら20デニールとか、デニールで言うたらね、薄さで言うたらそんなに分厚くないような20とか30もないかなぐらいの薄さなんですけども、ナイロンの生地を使っているので多少吸ったりとかしても全然心配はないんじゃないかなというふうには思います。でね、唯一生地がナイロンじゃないところっていうのがこの中に入ってる中綿がさっき言ったプリマロフトですね。それがポリエステルってやつなんですけど、ポリエステルが一番人工のダウンに寄せれるんですよね。でなのでポリエステル使ってるということで、ダウンじゃない中綿っていうのはもうほぼほぼポリエステルやと思ってもらってもいいんですけど、まあ、それぐらいポリエステルっていうのは結構加工しやすいというので有名やったりするんですけど、まあ、そういったポリが彫り込まれてますよということで、他の生地に関してはちゃんとナイロンが全部使われているので安心して着用できるということになっています。では次デメリットが何かというところに行きたいなというふうには思うんですけども、デメリットとしてはですね、まあ、正直言ってですね、今の現段階ではですけども、浮かばないということになってて、もう見てもらったら分かる通り、まあ、水にもある程度強いし、まあ、防水ではないですけどね、水には強いし、でなおかつこう見た目もめちゃくちゃシンプルやから、まあ、似合わんっていうかどんな格好でも合わせるじゃないですか。だから似合わん格好ないやろうなと思うし、でさらに保温力どうなんて言われると、普通の中綿じゃなくてちゃんとこうプリマロフトっていう中綿の中でもちゃんとしたメーカーの中綿を使ってるってことなんで、中綿もね無名のメーカーもあったりはするんですけど、ちゃんとプリマロフトというと濡れても保温力が下がらないっていうので有名やったりするので、そういったところを使ってるっていうところを考えて、なおかつ値段も4万円ぐらいって考えたらちょっと悪いとこないんですよね、今現在では。だからほんまに C であげるんやったら、まあ綺麗めな格好には合わへんぐらい、でもそれも綺麗めな格好でも合うと思うんですよって考えたらですね、今んとこデメリットないんですよね。で重いんかと
と言われたら重くもないんですよ。やっぱり結局中に入ってるのが中綿なんで、まあ、そんなめっちゃ軽くもないですけど、それはコートよりかは全然軽いし、普通のダウンジャケットの中でもまあ普通ぐらいかなみたいな感じなんで、ちょっと僕の今見てる段階では申し訳ないですけど、デメリットがちょっと浮かばんかったという感じではなってます。まあ、別にそんなに僕が好きってわけでもないんですけど、現時点でいろんな人のこと考えてもデメリットはちょっと出てこへんかなというところになっております。はい、まあ、また使ってるうちにね出てくるかもしれませんが、ちょっと今はお許しくださいということになってて、でその次はですね、おすすめの人っていうことなんですが、まあ、おすすめの人はですね、今結構こういう感じのミリタリー系っていうんですかね、まあ、こんな感じで結構流行ってるじゃないですか。そやから例えば白のパンツで合わせたりもできるやろし、もちろんデニムとかでも合わせれるし、でそれ以外にじゃスラックスで綺麗にピョンって合わせたりして革靴とかも全然いけるやろし、これ結構幅広いと思うんですよね。まあ、なのでちょっとダウンジャケットは持っててんけども、他のなんかダウンじゃなくて中綿のやつが欲しいっていう方なんかには、まあ、値段的にも買いやすいし、あと取り扱いも簡単にできるんで、まあ、そういう方なんかにおすすめかなというふうに思うんですけども、まあ、本物のダウンジャケットが欲しいとか、やっぱダウンってね、その分保温性もやっぱりこういうのに比べてちょっと高いと思うので、まあ、そっちがいいっていう方であれば、まあ、保温力がちゃんと欲しい方はダウンジャケットがいいと思いますし、まあ、さらに極寒地の方なんかもこれじゃ寒いと思うんですよね。でもちろん米軍の極寒地で使うようには作られてるんですけども、あくまでこれって中を着た状態でレベル7まで、だからレベル1からちゃんと着ていけば極寒地でも使えるんですけども、基本的に僕らってそんな軍隊じゃないので、まあ、入隊する方は別なんですけど、僕らは、まあ、僕は入隊する予定ないので、まあ、基本的にはこうスウェット着てこれ着るぐらいな感覚なんで、そんな中に6枚も着てないので、まあ、そう考えると、例えば北海道とか極寒地めっちゃ寒いとこで中にセーター着てこれ着るだけやったらちょっと寒いんちゃうかなとかって思ったりするんですけど、まあ、寒さはね人によってちょっと分からんから、まあ、一概には言えないんですけども、一応そんな感じということになってますので、はい、ということで最後はサイズ感に行きたいなと思うんですけど、サイズ感がですね、僕はですねこちら S のレギュラーというサイズなんですね。でレギュラー以外にも S のショートとかもあったりはするんですけども、まあ、レギュラーっていうのが一番オーソドックスなタイプで、ショートっていうともうちょっと着丈がキュッて短くなってくるんですけど、まあ、それの S のレギュラーを試着用してるということなんですが、サイズ感的にも先ほど言ったみたいに1から7まで、まあ、要は完成形態までいくじゃないですか。ってなった時にやっぱり1から6まで着れるような大きさになってるんですよね。なのでそもそものアメリカサイズっていうことででかいし、なおかつ中を着ること考えられてるから、この腕周りとかも結構太いんですよ。って考えると僕やったら全然 S でいい感じになってて、まだまだ中も着れますっていうぐらいなんですけど、一回ちょっと着てみますね。こんな感じで今パーカー着て、なおかつエクワックスのレベル3着た上でこれ着てるんですけど、それでも全然いけるんですよ。でもちろん腕とかも余裕あるし、こうやってある程度前締めても全然肩とかも回るって動きにくいとかも全くないんですよ。って考えると、まあまあサイズ感的にはちょっと大きめかなということで、僕パタゴニアとかね海外のメーカーで、まあもうワンサイズ下げたらいいぐらいなんで、普段は L なんですけど M でちょうどいいかなっていう感じだけど、これに関しては日本サイズの L、ユニクロとかが L やったら、まあ、S ぐらい2個ぐらい下げても全然いけんちゃうかなっていうことで、じゃあ逆に普段 M サイズをユニクロ着てるんやったら XS ぐらいまで下げた方がいいんちゃうかなということになってますね。まあもちろんオーバーサイズで着るっていうやり方もありやと思うんですけど、サイズ感はちょっと大きめということになっておりますということになってますので、本日はですねエクワックスのレベル3ってなくて7ですねを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。